今日はサンマのソルト焼きを作りたいと思います。このサンマのソルト焼きね、結構前にキャンプでは作ったんですけど、ここのね、あのアイランドキッチンで作るのは初めてということで、そう、あのこういったあのいい環境で暖かい中で作るっていうのは初めてですね。サンマの方がですね、たけしありますね。あ、ちゃわ、間違えた、ニビありますね。すいません、ちょっとたけしがニビシティのジムリーダーやったんで、ちょっと間違えちゃいました。なんや、たけし、ニビですね。すいません。俺サンマね、味ももちろん好きやねんけど、サンマのね、あの漢字が好きやねんな。なんか秋の刀の魚って書いてサンマなんですけど、秋やし刀みたいな見た目っていう、安易やけど見ると形になるみたいな、そんなんがねめちゃくちゃ好きですね。そう、なんかなんやろな、他なんかね、あれとかもね、あのまあ出ないですけど、あのそうですね、今は出ないですけど、絶対絶対あるよね、そういうの。はい、で、一文字でサンマっていうのもあるんですよ。実は魚編に祭りって書いてね、なんかそんなもいいよね。一文字で書いたら祭りで、三文字で書くと秋の方の魚だからね。俺もう漢字を食べてる感じやね、ほんまに。ちょっとあのライム踏んじゃいましたけど、今漢字を食べてる感じっていうね、ちょっとあのライムちょっと踏んでしまいました。すいません。これ焼くんですけども、ソルトして10分置いてます。で、10分置いて、ほんなら表面に水がね、あの出てくるので、それを綺麗に拭いてます。で、ここにさらにモソルト、はい、こうすることによってこうコントロールしやすいから、こう下に。で、決して忘れてたわけじゃないんですけど、切り込みを入れます、ね、100均の包丁なんでね、ちょっと、はい、100円にしてはこれすごい、すごいな、100円でこれできんのすごいわ、やっぱ技術ですねこれ。秋やねー、なんか途端に秋やな。うん、いや、なんか嬉しい、なんかさらに秋や、音で虫の音色とかもよく聞いてるんですけど、うん、そうそう、この音色もだいぶ秋を感じさせるよね。焼いてる間にですね、大根おろしちょっと吸って、マルチタスクこなします。そう、時間を有効活用します。大根って先っぽの方が辛いんですよね。で、真ん中からこうどんどん甘くなっていく。で、俺辛いの好きやねんけど、今日ちょっとあえてこっちでいきます。このバランス取れてるところ、ここでいきたいと思う。いい感じに焼けたと思ったら、こう返せばいいじゃないですか。返せばいいじゃないですか。いいじゃないですか。500万でも1000万でもなんぼでも出すわ。その代わり私は口も出します。いただきます。うん、秋。いや、これはほんまに、これベリーうまば。いや、うまいね。油も乗ってて最高やね。おろしの方に醤油、
1616年だから大阪夏の陣の翌年やね、1615年やから夏の陣、そっからある醤油でね、これゲタ醤油って言います。すだち、皮を下にした方が、皮にリモネンっていう成分が入ってるから、それがこう伝ってより香りが出ます。なんでこれ皮を下にしてます。うん、めちゃめちゃうまいね。これほんまエグザイルうまき台ライジングサンマやね。そうライジングサン、日は埋まった登ってゆく、そうライジングサン。いや確実にせやこれ、ほんまにうまいし、エアジうまんつ、エアジ坂東エイジ、ゆで卵でした。ゆで卵先生、蛇の抜け殻の中に財布入れたらお金入ってくるって言ってましたけど、その逆ですよ。そ、難しいないですか、ポッソ、どんな財布なんですかそれ。ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。